日本の消防車救助工作車救助工作車は日本の消防の特別救助隊や特別高度救助隊等が使用する日本の消防車の一つ。東京消防庁の救助者通型正式な名称は救助工作者型。一般では救助隊の通称であるレスキュー隊が使用することからレスキュー者とも称される。東京消防庁や札幌市消防局などでは 救助者と呼ばれている。火災や交通事故、自然災害など一般生活上で起きる様々な救助事案に対応できる多数の救助資機材を積載し現場へ急行して救助活動を展開する。救助工作者や救助者、レスキュー者などと呼ばれている。主にウインチ、照明装置、クレーンなどを装備し中型トラックをベースとした車両が一般的。 フロントにウインチを装備するため、バンパーが他の消防車よりも大きく張り出しているのが特徴である。近年ではバンパーの張り出しを抑えた車両も登場している。ほとんどがダブルキャブの車両だが、シングルキャブの車両も存在する。全国の消防本部に特別救助隊が設置されたのに合わせ、通型の救助工作車が全国の消防に多く導入されていた。 この後、阪神大震災の教訓から、震災対策、広域応援のために緊急消防援助隊制度が発足し、東京消防庁の消防救助機動部隊や、政令指定都市の消防局及び、中核市消防本部に、特別高度救助隊、高度救助隊など、震災対応部隊が創設された。現在では、I 型から4型の車両があり、 自治体の規模や、受け持ち地区の地形、用途などにより、ハイルーフ、バス型などの車両が配備されている。車体側面のシャッター部には、稲妻マークや、所属本部名等のマーキングが付き、自治体によって個性が見られる。類似の車両としては、林野火災の装備を積載した林野工作者や、水難救助隊の装備を積載した水難救助者が存在する。また、 警察には、消防の救助工作者を、水色や緑色で配色した広域レスキュー車や、機動救助車等のレスキュー車が存在する。救助工作者の運用方法については、各自治体によって異なる場合がある。東京消防庁の場合、特別救助隊及びハイパーレスキューが専任として運用しているが、京都市消防局の場合、専任救助隊ではなく兼任救助隊が、 救助工作者を運用しているケースがある。これは各自治体の特色に合わせた合理的な運用方法で、ポンプ車あるいは科学車と救助工作者を兼用で運用している。消防が運用する救助工作者は、車両のサイズや装備する救助式材などにより、I 型から4型に分類されている。主に2から3トンクラスのトラックシャーシをベースにした車両。 以前は小規模な自治体が運用していることが多かったが、近年は I 型を配備する自治体は減少傾向にある。I 型は国庫補助が受けられないことと、近年では救助専任ではなく、消火活動も行う県任救助隊、または一般の消火隊が救助を兼任し使用する車両に救助機材を積載し、救助隊をポンプ車として運用する、 自治体が増えている。例外として狭い道路が多い地域、建物密集地域、山間部などを管轄する自治体では、あえて i 型を配備している。最も普及しているのがこの通型で、主に5から7トンクラスのトラックシャーシをベースにしている。消火も行える車両を配備する自治体もある。この場合は見た目が、 通型でも、省令上の救助式材や装備を満たさない場合は、I 型に扱われたり、そもそもポンプ車やタンク車に救助式材を積載したもので、ポンプ車に分類される車両も多い。近年は、配流付加して、車内で救助式材の着装などを楽に行えるスペースを確保したものが一般的となっている。地域の特性によって7から10トンクラスのシャーシを、 使い、通常の救助式材の他に、水難救助や山岳救助など、特定の式材を充実させた車両や、逆に5から7トンクラスのシャーシに、後部クレーンを装備せず、全長を短くして、道路の狭い地域や山間部等での使い勝手や、積載式材の収納スペース確保を優先させた、車両もある。クレーン等がなくても、規格上通型に適合するが、 阪神大震災以降配備される車両では、後部クレーンと照明装置を装備した車両が一般的である。シングルキャブを改造し、ハイルーフカと後部座席のスペースを追加した車両をバス型と呼ぶ。バス型は、車内で救助式材の収納、取り出しや装備の着装などを行える広い後部スペースを持つことから、近年導入が増えている。ちなみに、 バス型とは、車両の形状を示す総称で、救助工作者の企画名ではない。なお、通常はダブルキャブであるが職員数の関係や、運用車両の数等の理由からあえてシングルキャブの、車両を配備する、自治体も存在する。阪神、淡路大震災を教訓に設定された、震災対応救助車両。主に、東京都及び政令指定都市に設置されている。 特別高度救助隊と中核市に配備されている高度救助隊が運用している。数型の車両をベースに高度救助式材を積載できるよう7から10トンクラスのトラック車シ,シをベースに仮装されている。震災時の瓦礫が散乱する悪路に対応するために当初は除雪車やウニモグ。 パリダカルラリーに出場した、ラリーカーベースの超高床型の車両も存在していたが、アクロに強い一方で大型ゆえに、通常の市街地では取り回し等が悪く、運用上の理由から現在では高床型、または低床型に移行し、外見上では、通型と同じ車両になっている。クレーンを装備していない。 ベースのトラックシャーシが 2WD である高度救助式材を収納するスペースがない。収納すると最大積載量を超えてしまう。積載していないと3型の要件を満たしていない車両は2型となる。2型と同様、近年では車内で救助式材の着装などを楽に行えるハイルーフ型や救助式材の収納、取り出しや 装備の着装などを楽に行える広い後部スペースを持つバス型の車両を導入する自治体が増えている。3型と同じく阪神・淡路大震災後に設定された震災要求所車両。4型は大規模災害派遣時に緊急消防援助隊として航空自衛隊の C-130 及び C-2 で輸送されることを前提としている。 二台一組で運用される。平成八年に、自治省消防庁が指定した東京消防庁、大阪市消防局、名古屋市消防局、福岡市消防局の各本部に無償配備された。一体につき二台を一組として、ペアで運用される。総務省消防庁が配備した初代の車両は、トヨタスーパーダイナのニトンシャーシをベースに、森田が仮装しており、 足回りと四駆のメカニズムは、メガクルーザーの機構を採用していた。配置先のうち、大阪市消防局は、平成19年度に2台とも、日野、デュートロ 4WD ベースの車両に更新し、東京消防庁は2010年に、名古屋市消防局は2012年にそれぞれイスズ・エルフベースの車両に更新され、福岡市も日野、デュートロに更新された。当初は、 自治体単独で導入するのではなく、総務省消防庁から指定を受けた本部に、のみの配備であったが、浜松市消防局が、市単独でダブルキャブポンプ搭載型とシングルキャブ、資機材搬送特化型とした砲型車両を、山岳地帯を管轄する、天竜消防署に配備した。2012年に、埼玉市消防局も、市単独で、 大宮消防署特別高度救助隊の救助工作者3型を4型で初めてのバス型車両に更新している。6本部の共通点は政令指定都市であり行政区内に4型車両を輸送する C-130 輸送機の離着陸が可能な空港などの施設があることである。また大阪市消防局では強硬な地区が多数あることから 車両が直近部署できないことが多く、迅速な救助活動に支障をきたすことから、救助工作車を3型3台以外すべて4型に更新した。2013年には、総務省消防庁が大規模震災用、高度救助車として、高圧エンジンコンプレッサーを装備した ER と、空気充填用電動コンプレッサーを装備した AR を横浜市消防局。 京都市消防局、浜松市消防局に配備した大規模震災用高度救助者 ER 及び AR は規格上救助工作者法型であるため2台1組で運用される2013年10月16日に発生した平成25年台風第26号災害で被害の大きかった伊豆大島に消防総合応援協定として 東京消防庁から救助工作者砲型が派遣された。平成30年7月豪雨では、京都市消防局の大規模震災用高度救助車の電源を活用した削減作業を行った。2018年9月6日に発生した北海道、胆振リ東部地震では、北海道発の震度7を観測し、大規模土砂災害による、 家屋東海等の甚大な被害を受けた厚間町へ、緊急消防援助隊として派遣された。主な隊は、神奈川県隊として、横浜市消防局の大規模震災用、高度救助者 ER 及び AR が、入間基地から第403飛行隊所属 C- に、輸送機を使用し、地と基地経由で、被災地へ派遣され、東京都隊として、 東京消防庁の救助工作者砲型が大洗港からフェリーを使用し苫小牧港経由で被災地へ派遣された。なお、省庁間協力として総務省消防庁からの依頼に基づいた航空自衛隊による緊急消防援助隊砲型救助工作者の輸送で C-2 輸送機を使用した初めての事例となった。3トンベース救助工作者車両一覧。 救助ポンプ自動車 CD-1 を更新配備しました。平成21年1月0、奈良市消防局北消防署及び、東消防署救助工作者新潟、角野立消防署救助工作者を更新しました。名古屋市消防局や横浜市消防局、北九州市消防局などが有名、水槽付消防ポンプ自動車兼用救助工作者。 救助工作者キャビン内救助工作者2系を更新しました。救助者2型救助工作者消防車両の紹介、高畑消防組合、室戸市消防本部、交互北高域町村事務組合消防本部など、救助工作者3型機動第1救助隊、平成8年大型救助工作者、横浜市消防局特別高度救助部隊や、埼玉市消防局及び、 新潟市消防局特別高度救助隊は、超高床型除雪車ベースの車両、を、京都市消防局北部救助隊と神戸市消防局は、パリがかるラリートラック部門に出場した、ラリーカーをベースにした超高床の車両、を、さらに、川崎市消防局特別高度救助隊とイルマ、東部地区消防組合、新居浜市消防本部では、 ウニモグベースの車両をいずれも阪神大震災直後に導入していたが、いずれも更新廃車となった。近畿圏では初のデザイン。新型救助工作者宝塚市に堂々デビュー。岡山西救助1救助工作者、海家救助工作者岡山市消防局西消防署、埼玉市消防局浦和消防署、川越地区消防局中央消防署等ではできるだけ。 多くの資機材を積み込める大型車ベースのバス型を運用している。緊急消防援助隊設備整備費補助金の補助メニューの充実救助工作車4型、救助車4型、救助隊広報の車両がバス型4型浜松市は航空自衛隊浜松基地、埼玉市は航空自衛隊入間基地大規模震災用、高度救助車緊急消防援助隊車両の配備に、 ついて、航空自衛隊災害派遣北海道、イブリト部地震ジャスドフパオのツイート、東京消防庁緊急消防援助隊、東京ファイア D のツイート、今まで、訓練などでは C-130H を使用していたため、ありがとうございます。